悲しいな、悲しいな。ドルマゲスがいるだけで主要なクエストができるのにあんまり注目されてないこと、悲しいな。どうも、ある東大生実況者しゅんです。今回はですね、このドラゴンクエストタクトにおける主要なクエストをですね、このドルマゲス1体を仲間にするだけで、マジで簡単にね、クリアできるので、そちらですね。まあ、どういう風に使うのかと。まあ、ドルマゲスの紹介をした後にね、やっていこうかなという風に思います。でちなみにすべて、セラフィ不要です。もう本当にすごい。で、まあ、ドルマゲスの性能については皆さんご存知の通り、分身という効果があって、これ3ターン回避率 100% ということで、物理と、対技技が一切食らえません。ということでですね。これがですね、まあ、今までだったら、まあ、カバウ系とセラフィとか、まあ、その、あとは、まあ、なんだろう、物理キャラで蓋して、セラフィで後ろの方で回復するみたいな、まあ、そういうクエストになってて、まあ、ドラ系タクトは持ち物検査だみたいな感じで、まあ、特に才能開花の25回だとかは、セラフィとグレンデルナイト、本当にもう、なんか、なんだろうな、めちゃくちゃな運ゲーでなんか80ターンかかるとか、本当にきつかったんですが、このドルマゲスさえいたら、マジでね、運ゲー回避でして、余裕でクリアできるっていうことで、紹介していこうかなというふうに思います。でね、ドルマゲスさえいたらクリアできるのは、まずデスピサロー戦ですね。デスピサローのベリーハード。とか、まあ、ハードとかだったらね、ドルマゲス1体でいきますね。で、回復の扉、まあ、18回が、まあ、あれですね、結構詰まってる人いますよね。で、20回、25回、30回。で、今回は、デスピサローの、まあ、ハード、ベリーハードと、20回、25回、30回を、紹介していこうかなというふうに思います。で、あとはですね、まあ、強いところというのは、まあ、当たり前なんですが、ターゲットにならないといけませんから、ドルマゲスが。まあ、強くなっちゃいけないんですよね。HP と守備力上げちゃいけないので、まあ、分身を覚える一卒が、まあ、一番強いと。で、逆にですね、突数が上がってしまうと、まあ、ドルマゲスをタゲにするのがどんどん難しくなっていくので、要するにワンパンで落ちないと敵も狙ってこないのでですね、難しいのかなっていうふうに思いますね。あと、ドルマゲス闘技場でもですね、今結構暴れてますよね。まあ、大義プラス、30% だっけ今の闘技場って。まあ、それもありますし、本当に強いかなっていうふうに思います。で、一方で、まあ、ゼシカを引いた方がいいよって言ってる、まあ、実況者とかもいるんですけど、まあ、ゼシカがね、使われるところっていうのは、まあ、基本的にその、開花の扉20回であったり、まあ、デスピサロ戦とかになってくるんですが、まあ、ぶっちゃけですね、そこはやっぱドルマゲスさえいたらどうにかなるので、圧倒的にドルマゲスね、まあ、昨日はね、ちょっと僕もですね、ゼシカとドルマゲス対等にみたいな感じで言ったんですけれども、まあ、実際にですね、ドルマゲス、まあ、ゼシカの研究はやってたんですけど、ドルマゲスの研究、今日、1日かけてずっとね、ドルマゲス使いながら、なんか開花の18とかデスピサロとか、20回とか25回とか潜ってたんですけど、ドルマゲスの方がぶっちゃけ楽ですね。はい、本当に強い、マジで強い。まあ、やっぱ移動力4なんでね、そんなに考えないでもいろいろできるっていう点ですかね。はい、では実際にやっていきましょうか。どうぞ。はい、じゃあやっていきましょうか。まあ、まずはですね、デスピサロ戦のちょっとハードになりますね。これね、ドルマゲスなんと1体でクリアできるんですよね。いや、本当にね、強いこいつ。で、狂気のね、眼光、これがね、めちゃくちゃ刺さるんですよね。で、なんでかって言ったら、ボスキャラでね、割かしね、まあ、なんだろうな、まあ、魔法カンタ使ったりとか、まあ、攻撃準備したりみたいなキャラクターいるんですけれども、まあ、その際に500ダメージ、これ、今、まあ、食らいましたよね。って言った感じで、まあ、今回のデスピサロは引き寄せですけれども、まあ、準備したりとかするときとかに、割かしね、食らうことができて、なんだろうな、まあ、今で1000ダメージだよね。いや、マジでね、ちょ、おかしいんだよね、これ。で、もう一回ね、進化じゃねえ、狂気の眼光を使って、また狂気マスを出します。で、これほら、攻撃力と守備力が上がるとか、ま、いろいろやっていますが、魔法カンタを唱える。これで、500ダメージ食らいますと。で、さらに、鉄く波動を使います。これで500ダメージ食らいますと。勝ちましたと。非常に簡単です。続いて、ベリーハードですね。まあ、こっちが大体の人はクリアできないと思うんですが、まあ、これは、ま、ハッサンにジグザグメタドラ、そしてライノソルジャーできましたね。ただね、まあ、普通の攻略だと多分ライノソルジャー必要だと思うんですけど、まあ、今回、ま、一発でね、ちょろちょろっとやったら、クリアできちゃいました。ということで、早速やっていきましょう。で、特にね、装備は考えてないですね。まあ、要するに中盤までは、まあ、適当にですね、同系のタームレかな、同系のタームレで、攻撃していって、まあ、半分ぐらい HP 減らそうっていう発想ですかね。で、まあ、ドルマゲス、麻痺がね、結構食らっちゃうんですが、こんな感じでね、ダメージは食らわないと。本当に、まあ、優秀かなっていうふうに思いますね。で、途中でスパイス上げてくるんで、まあ、ミニアタック使いたいなと思ってたんですが、まあ、どうやら使わなくても勝てるみたいなんで、まあ、最悪ライノソルジャーなしでも、まあ、4体で、いけるっぽいですね。やっぱドルマゲスが、ダメージ吸ってくれるんで、まあ、そこら辺が優秀かなっていうふうに思いますね。まあね、あとにジグザグとメタドラ育ってない人は、まあ、息だとか大義系を、まあ、できるだけ育てるといいんじゃないかなと思いますね。物理はね、正直、守備力めっちゃ高いんで、まあ、あんまり、刺さらないかなというふうに思いますね。うん。
で、まあ、二次系統で攻撃しますが、大切なところはやっぱワンパンできる、ドルマゲスを狙ってきますと。しかし、関係がないと。で、ボミンアタックこれ食らわねえじゃねえかってことで、まあ、ちょっと切れてますね。で、適当に雷光分回しでも打っておくかと。勝てるかなと思ってるんですけど、まあ、余裕で、勝てちゃうんですよね。で、飛び膝蹴りですね。で、ここをま、ミスってしまうんだよね。はい。まあ、だからかなり、ま、下振れてはいると思うんですけど、まあ、それでも、まあ、いけそうなのが、まあ、すごい嬉しいっすよね。で、強炎竜を使っていくと。で、これで、素早さが、しっかりと敵が上がっていきますね。まあ、今もしかしたらね、外したのが正解だった感はあるよね。素早さが下がってるから。で、痺れが消えて、で、まだ、なんだろうな。まあ、死ねるんで、で、次、魔法カンタ使ってくるので、HP をね、半分以下に使っしたら、まあ、魔法カンタとかいろいろ使ってくるので、これで、500ダメージで、凍てつく波動でまた1000ダメージということで、この、まあ、いかにですね、まあ、ここでダメージを稼ぐと。これで1000ダメージ稼げますから、まあ、8分の1ぐらい稼げるんでね、非常に、まあ、強いかなと。まあ、猛毒の劣化みたいな、そんな感じですかね。で、適当に、ボミアタック打ちますが、8歳で倒せるので、必要ないかなということで。まあ、この、なんか、まあ、ドルマゲスさえいたら、あとはね、そんなにこだわらなくても、ぶっちゃけね、これ、1回で、クリアできたんで、まあ、多分、そんなに難しくないっていうふうに思いますね。いや、だから、でこれでもうミルドラスゲットできるんで、今度、開花の扉20回ですね。実際にやっていきましょう。はい、じゃあ、開花20回ですね。いや、やっぱ流れが気持ちいいね。で、最初のね、動きがすごい、重要ですね。で、とりあえず、マーブルンが、メラゾーニャを適当に撃っていくと。で、リュオートが持ってたら、まあ、そこからダークピラーを撃ってワンパンすればいいんですが、まあ、リュオね、持ってない人とかも多いと思うんで、ここで忍び寄る影。これがね、めちゃくちゃ強くて、時々移動封じということで、弱点の敵に対して 90% でですね、移動封じしますと。で、マーブルンがですね、まあ、HP 持ってるんですよね、オチアノンの剣とか。まあ、剣で、まあ、HP900 以上あればいいのかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、900以上にしていれば、ドルマゲスを狙ってきますと。なぜなら、ドルマゲスはワンパンで落ちるからということで、ですね、やっぱりね、まあ、ここら辺本当にね、タクティクス感あってめちゃくちゃ楽しいです。ドルマゲス使うの本当に楽しい。で、ミサイル使って、ミスします。いや、ドルマゲス本当楽しいんだよね、マジで。急にね、タクトの自由度上がった感がして好きですね。で、ヤンガスで受けていると。まあ、これみんな、ドルマゲス以外は無課金で手に入るやつなんです、ですね。さっきの、ミルドラースですね。突破すれば、まあ、そんなに難しくないかなっていうふうに思いますね。で、マーブル狙いました。で、理由としては、なんだろうな。まあ、また当たんねえかなっていう。ミサイルどうせ当たんねえからいいや、みたいな。そんな感じですね。はい。まあ、普通メタドラは最初に倒さないといけないんですけど、まあ、チンタラして倒せるというところで、まあ、そこら辺が、無課金の人にとって嬉しいのかなっていうふうに思いますね。で、毒液の戯れで引き寄せたら、マーブルンがミサイルの射程に入っちゃう可能性があるので、これ引き寄せるかどうかちょっとよく分かってないんだよね。行動封じ入ってるから引き寄せるのかなとか、なんか、敵っていうかあいつがいるから、みたいな。という感じで、まあ、引き寄せない射程で、使いましたね。で、斧無双でしっかりと倒していく。で、相葉砕き使っていきながら、これは一旦戻りますね。待機しますかね。で、左上の方行きましたと。で、まあ、適当に弱いやつを倒しておこうという感じですかね。焼き尽くす炎を使っていく。で、まあ、ヘアドでしっかりと倒す。クレリア本当にね、S ランク並みに強いですからね。マジで優秀だというふうに思います。で、まあ、あとはヤンガスが適当にフォレストドラゴンの攻撃を受けていくと。で、もうここまで、ですね、作れたらですね、まあ、ちょっとマーブルが混乱してるのが、まあ、結構気になりますが、まあ適当にね、忍び寄る影とかで倒せますよね、と。で、これしっかりと倒していく。もうこれで、勝ちが、まあほぼほぼ確定しましたね。はい。まああと、なんだったか、こいつ、フォレストドラゴン1体に対して、まあこっち、2体ぐらいキャラいるん、4体か、5体か、5体キャラいるんで、まあ勝ちですかね、っていう感じですかね。まああとはドルマゲスで大義、与えていきながら、まあマーブルンと、ミズドラースが火力になってるので、まあそっちを、いかに守っていくかっていう感じですかね。で、混乱があるんで、若干の、あれがありますが、ランダム要素がありますが、まあ攻撃してくると。はいはいはい。まあ大体攻撃なんでね。で、ここはまあ敵の竹に入らない方がいいだろうということで待機ですかね。で、ミルドラスを後ろに下げていくと。で、クレギアを、まあ、こっちにすることで右に来て欲しかったんですが、こっちに来てしまうと。上の方に来てしまいましたね。ちょ、ヤンガスがもう一マス、引き寄せる必要性があったかなっていうふうに。まあ、今、要反省ですね。オノムソウだっけ？煉獄魔山だっけ？なんか忘れたけど。蒼天魔山か。蒼天魔山打つときに、引き寄せが一マス足らなかったですね。はい。一マス後ろで打つべきだったと。右か。まあ、そんなことはさておき。適当に、まあ、技打っていくかと。
で、右、ドルマゲスの方来て欲しくなかったんで、右の方行きましたね。で、見事釣りました。ただ、ここもギラで良かった感ありますね。まあちょっと一発目でね、もう簡単にクリアできちゃったんで、そんなに最適化してないです、正直言って。はい。いや、もうドルマゲス行ったらね、本当に簡単なんだよね、マジで。で、またこれ、まあドルマゲスを狙って欲しいので、もう、見返しなくなったんでですね、狙っていいやと。で、一応行動しない、行動っていうか引き寄せられないことを確認しつつ、っていう感じですかね。で、まあ、ここは焼き尽くす、情熱をしっかりと打っていくと。まあ、ぶっちゃけ、あとはもう勝ち。もうこれ勝ちだからな。フォレスト、ブレス打って、で、ランドインパクト打つと。で、HP がまだ HP がね、敵のがそこそこあるので、まあ、ここで、焼き尽くす炎を打てば、おそらく、なんちゃらブレス使って HP が回復するだろうと。はい。216使って、瞑想していくと。素晴らしいですね。やっぱここら辺はやっぱタクティクス要素が、まあ非常にあって面白い。いやね、やっぱドルマゲス本当面白いんだよね。で、これでフィニッシュと。まあ非常に、ここも本当に簡単でした。で、次は20回ですね。まあこれ、昨日動画にしたんで、まあぶっちゃけ、もうパパってやりますね。昨日、しっかり解説したので、なんだっけ、ゼシカとドルマゲスとか、まあククールとか、まあそこあたりが、ハロウィンメルトアが、まあサムネになってるのを見てください、という感じで、これもまた、まあ20、まあ大体ね、開花の扉っていうのは18回、20回、25回、30回がですね、鬼門っていう風になっているんですが、ですね、その18、20、25、30、そしてデスピサロっていう、まあ今必要なクエスト全部に、ドルマゲスのが使えますので、で、サンジもね、これから、新しく見せていくんですが、これね、全部セラフィー使ってないんですよね。で、大体のその YouTube でやる攻略って今、セラフィー使ってると思うんで、まあ、特にセラフィー持ってない人にとっては、なんか、何これみたいな。俺、何攻略したいのに、セラフィー持ってないから、どう生きていけばいいんだみたいな感じで、まあ、思ってる人いると思うんですけど、まあ、こんな感じで、ドラマゲスをターゲットにしていけばですね、簡単にクリアできるので、まあ、25回とかですね、なんだ、こいつ素早さがめちゃくちゃ早いんで、まあ、見返す確率とかあるんでね、ちょっと難しかったりするんですけれども、ただ、まあ、30回とか20回、18回でスピサロ等々は、まあ、そんなにね、難しくなく、クリアができるので、おすすめですね。はい。ということで、30回の、攻略動画やっていきましょう。それでは30回ですね。まあ、ここもね、運ゲー、クソゲー、クソゲーみたいな言ってる人結構いるんですけれども、まあ、おそらくはですね、運営は、ま、クリア率とか結構見てんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、ここはね、トリックグレーツェルですね。はい、もう常設落ちしたキャラクターになっておると。で、これで、ダークを使うと。いや、本当にね、ダークの射程といいね、まあ、ミサイルをいかに食らわないようにするかっていう感じな気がしますね。で、ここで、忍び寄る影をまた使っていくと、まあ、移動封じが9割で刺さると。そしたら、射程に入るのが、ドルマゲスしかいないので、ドルマゲスに、ミサイルを撃っていくと。まあ、要するに、ダメージは食らわないと。で、さらに、死の吐息で、指導で、やることによって、猛毒がね、50% で入るんですけど、まあ、入らなかったらリセットですかね。なんでリセットするかって言ったら、MP が足りなくなるからですね。はい。で、あとは、正直言って、このターン、ドレアムってやることないですよね。はい。まあ、やることないんで、なんでもいいんだけど、正直言って。まあ、ここだったら、メタドラの射程入るんでやめた方がいいかなっていうことで、まあ、本当に適当に、魔人の絶技です。ここね、待機でも、まあ、通常攻撃を、かけるのがいいのかなと。で、さらに、ゴールデンゴーレムが、見返し率。まあ、要するに、やっぱドルマゲスがワンパンで落ちるからですね。やっぱそこら辺の HP 調整とかも、いや、これ絶対にね、まあ、30回、25回、20回、18回で、やっぱり、リセマラしてる人が多かったので、まあ、それに対しての回答策として、僕はやっぱドルマゲスって実装されたと思うんでですね。で、ゴールデンゴーレムも移動封じが効かないっていうか、なんだろうな。弱点で9割通るので移動封じしました。これで、またドルマゲスをこの2体が攻撃し続けるっていうことで、もうめちゃくちゃ安定してね、9割2回通すのと、あと50%通すだけなんでですね。他の攻略動画に比べたらめちゃくちゃ安牌かなっていうふうに思いますね。ユニコーンは 100% 眠りと猛毒なんで、だから運要素がまあほとんどないのが、まあ本当に素晴らしいよね。ドルマゲス使うことによってめちゃくちゃ安定するっていう。やっぱりそのセラフィと身代わり型っていうのは結構安定しないんですよね。まあ回心率と、敵の回心とかも結構ありますし、しんどいんだよね。で、ここはまあハロウィンスパークかな。ハロウィンスパーク、トリックグレーテルとかもどう見てもこれ、開花の扉30回でもう使うようにっていった感じで。まあね、まあ最近出たキャラクターがですね、まあそれぞれ、まあおそらく運営もですね、まあクリア率っていうのを把握しててですね。まあ全然、まあクリアできてないと。まあ要するに運ゲーになってるっていうことも把握できてたから、まあこういうトリックグレーテルとか、
なんだっけ、ドルマゲスとかを追加したんじゃないかなっていう、その運営の意図が見えるんで、すごい面白いです。はい。で、ですね、ここはね、これね、破壊神の叫び言ったんだけど、死の吐息をゲリオンに打つべきでしたね。これプレミしてますね。で、眠りをもう一回かけることによって、あとは勝手に、毒で死ぬんで、で、そうしないことによって次起きるんで、ドルマ系を、打つことになるんで、MP 不足を引き起こしてますという感じで、ミスしてますね、完全に。で、もうドレアムはやることない。ドレアムマジで硬いんで、まあ、適当にあとは殴ればいいかなっていうふうに思います。で、まあ、ダークですね。次起きる、次起きんのと。自分のプレミに気づきましたね。わあ、やべえ、シドウ殺されんじゃん、みたいな感じで思ってます。これはまあ、死の吐息使ってれば、まあ、シドウが、殺されなかったんで、まあ、燃費が良かった。燃費っていうか、あれが良かったのかなと思いますね。で、進化のターンブレをですね、どこに使うかと、同系か。同系のターンブレをどこで使うかって言ったら、ここ迷ってますね。すごい迷ってる。まあ、これは引き寄せられないけどね。しんどいんだよな。ここにね、ダークピラー打つのがね、MP 足んなくなるんだよね。まあ、あとはですね、こうなったら、あとはもうほんと、時間かけるだけです。あとは、マジで。まあ、待つだけなんでですね。まあ、解説は置いておいて、まあ、画面見なくても、大丈夫ということで。で、わかりますかね？やっぱドラケータクト、まあ、今、やってる人はですね、やっぱり、まあ、デスピサロー、まあ、クリアして、ミルドラスゲットと。で、ミルドラスゲットで、開花の扉18、20回、25回、30回まではクリアしたいなっていう人が、まあ、ほとんどだと思うし、まあ、物理と、大義が効かないっていうのは今後もまあ腐ることはないと思うので、めちゃくちゃやっぱドルマゲスってまあ高難度向きなんじゃな向きなんだなっていう風に思いましたね。はい。で、やっぱ運営もそれ理解、もう明らかにね、これ理解してますよね。そのステータスとかがどう考えてもなんかわざと、例えば HP820 とかもその、メタルドラゴンのミサイルで絶対に落ちるようなステータスとかっていう風にしてるんで、まあ、なんて言えばいいのかな、まあ、上がこれ使えって言ってるんですよ。まあ、第二のセラフィー的な感じな気がしますね。正直言って。高難易度で実際に使ってみたら。まあ、なんで、まあ、セラフィーとの時と同じようにですね。まあ、ドルマゲスを持っていないと、お前なんでドルマゲス持ってないの？そんなんで高難度クリアできるわけないじゃん、みたいな。まあ、昔のセラフィーですね。まあ、ちょうどセラフィーが出た、1年後ぐらいになってるんで、まあ、時期的にも。まあ、おそらくそういう意図があるんじゃないかなって僕は思ってますね。で、ドレアムやっぱ硬えな。ゼロダメージって。で、ここは、なんだ。まあ、画面の方を見てみると、まあ、竜王がですね、まあ、なんていうかな。ダークピラーを無駄にゲリオンに打ったので、死の吐息をね、打ち忘れて。まあ、なんで、足りていませんが、本来、まあ、打っていれば、ここで倒せているという感じですかね。はい。まあ、これは完全に、まあ、僕のミスなので、ちょっとぐだるのはしょうがないと。まあ、高難度にありがちです。ありがちなんですね。お互いに、引けないと。まあ、やっぱり、でも、まあ、今まで、やっぱセラフィーが必須、セラフィーないとどうこうっていうところが、まあ、なくなったのが、まあ、やっぱりドルマゲスが出てきてよかったことなんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。で、また、マゲスはね、悪魔系なんでですね。まあ、メダルとかも、特に、最近のやつは悪魔系ですよね。っていった感じで集めやすいんで、皆さんぜひ集めて、一つにしてください。本当に、役立つというふうに思います。で、まあ、まだ攻略終わってないけど、まあ、今後もですね、ドラクエタクトにおけるですね、まあ、いろんなキャラクターをですね、まあ、結構な、なんだろうな、まあ、この人ちゃんとやってんのかなっていう人結構多いんですよね。うん。で、まあ、こっち、まあ、僕の動画、チャンネルではですね、まあ、ある程度、しっかりやってですね、まあ、キャラクターっていうのを評価していこうと思っているので、まあ、この動画がね、まあ、役立ったなとか、なるほどなと思った方は、ぜひ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。